一つ屋根の下で一緒に暮らしても自分の生活を阻害することはない。それどころか自分の生活がさらに豊かになるっていう風に感じることができる女性が現れたら、その行き着くところに結婚っていうのがあっても不思議はない。まあそういう状態であるから、それを描こうとしてるドラマではあるんだろうと。まあね、そうなんでしょうけどね。ただこう星野家ね、僕らみたいなね一般庶民のね、黒い家がなくなるっていうのは、それはそれで大したことないかもしれないです。星野守が言える女性を意識しだす、その相手が北川景子扮する春の雪で、北川景子自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、タイトルを聞いてまず面白いドラマになりそうだなと思いました。独身貴族、今はそういう人が増えていると思いますし、時代に合っているなという印象も持ちました。そして草薙剛さん、伊藤英明さんと私でどんなドラマになるんだろうかと楽しみになりました。その後で1話の脚本を読んで、雪が夢を諦められずに結婚を遠ざけてしまう女性として描かれていたので、この役はまさに自分のような女性の役だし、自然に演じられるんじゃないかなと嬉しくなりました。今は私生活と仕事のバランスに悩んでいる女性も多いと思いますし、家庭に入っていても自分のやるべきこととやりたいことの間で悩んでいる方はたくさんいらっしゃいますよね。そういう女性にも共感していただけるんじゃないかなと思いました。それからユキは自立心の強い人だと思いました。通帳の残高を見て落ち込んで、夢を追いかけるだけじゃダメかもしれないと言いながらも諦めないのは、自立したいという思いが強いんだろうなと感じて、そこが今の時代の女性を象徴しているような気がしました。演じる上では、ユキのどうしても諦められない夢は脚本家になることで、若い頃から思い続けてきたその夢に向かって突き進む強さ、まっすぐさがあると思いますので、そこだけは忘れずに演じていけたらいいなと思っています。それからすごく映画が好きで、映画がユキを構成している大きな要素でもあると思いますので、少しだけオタクっぽい感じも意識して、ちょっとつ盲信でやっていく姿勢も大事にしようと思っています。それと三角関係に関しては、今の時点だとどういう関係になるのか全然わからないんですけど、守さんと進さんの間でいい感じに翻弄されて振り回されることができたらいいなと思っています。守さんにはインテリジェンスがありますし、進さんには華やかさやスマートさがある。兄弟でも全然タイプの違う二人は甲乙つけがたいと言いますか、それぞれにすごく魅力がありますよね。そういう二人の間で雪として上手に揺れ動くことができれば、視聴者の方にも感情移入していただけるんじゃないかと思っています。私自身が二人のうちどちらかを選ぶとすると、とりあえず1話を読んだ時点ですと守さんです。裏表がないし、自分の思っていることをはっきり言うところがいいです。例えば、女性は一緒に住む生き物ではなく送り届ける生き物だというセリフも女性の前ではっきり言う。普通は思っても言わないと思いますけど、そこまで言い切ってくれるなら逆に気持ちがいいと言いますか。じゃあ私も送ってもらえればそれでいいですと言えるかなって。そういう人なら腹を割った正直な付き合いができそうですし、信念を持って仕事をしているところもかっこいいですし、住んでいる家もおしゃれですので。